じゃあまずはですね、こう松田さんのですね、はい、人生をちょっと一旦振り返っていただいて、いろんな写真をですね、そうですね、はい、ご用意いただいたんで、あ、ありがとうございます。ね、はいはい、ドドドドッと見ていこうかなとね、思いますけどね。はい、いきなり、なんだこれは。まずは、これ。これは私の、ね、超可愛い。沖縄で、はいはい、幼少の頃ですね。幼少の頃。多分5歳ぐらいじゃないかな。5歳ぐらい。はい、可愛いですね。もう背景がね。後ろの車見るとやっぱちょっと年代を。年代でしょ。時代を。まだ返還前ですから。返還前ですか。うん。おー、返還前。すごいな。もちろんもちろん。貴重な感じですね。はい。はい、でもお顔がやっぱりね。はい。これは幼稚園。もっと。フラフープ持ってる方です、ね。フラフープ。はい。このクソガキが。フラフープも回して。幼稚園時代。たんですかね。はい。はい、これ小学校1年。小学校。入学式。かわいい。はい、あ、でも面影ありますね。ありますか、ね、面影ありますね。はい、ね、小学校1年生、はい、入学式、うん、はい、あ、これが双葉町知ってるでしょ、はい、沖縄海洋博、海洋博、うん、あら、なんとか館、なんとか館、住友館です。住友館、なんで住友館なの、はい、っていうとですね、はい、実はこの次ですね、小学校4年生の時なんですけど、はい、住友館の絵を描いたんですよ。あ、こちら写生大会で、そうそう、はい、さっきの住友館の絵を描いたら、はい、なんと全国3位になったんですよ。3位、すごい。すごいでしょ。全国で3位。当時はね、めちゃくちゃすごいですね。あの、もう本当音楽じゃなくてね、はい、画家か漫画家って言われてたんですよ。ああ、そっちの方にしたかもしれないですね。もう絵ばっか描いてましたね。あ、そうだったんですね。はい。さあ、そして、あ、これが。これが表彰、受賞式の時です、ね。ちょうどもらってるし、ね。小学校4年生。ちゃんと刈り上げしてました、ね。刈り上げする。はい。かわいいですね。さあ、そして、はい、こちらだんだん、あ、これはね、中学生です。中学校、これなんかもうすごい、なんか矢沢割にこう中学でね、バンド組んだんですよ、はい、バンドで。ただね、もうボーカルで楽器弾けないから、はい、ボーカル、これボーカルで、そう、でもすごい目立ってますね、ボーカルだから目立ちましたね、こうやってですね。でもやっぱギターとか弾けるやつはね、女モテるんですよ。ああ、なるほど。だからね、はい、もう中学3年の時に頑張ってギターをね、はい、始めましたけどね。こちらですね、はい、これは高校生ですね。高校の時、学園祭、名護高校ギター弾いて、はい、学園祭でライブやった時、はい、おお、いいですね。この時は大体どういうのを弾いてましたね。もう長渕ですね。長渕、はい、はい、さあ、次が、さあ、これがもう高校卒業して東京に上京してきました。はい、まずやっぱり上京するときはこうやっぱりこう歌手になりたいという感じで。当時はね、あの、劇団のオーディションでしたね、はい、はい、劇団だったんですね。劇団に音楽の道が分かんなくて、はいはい、まあ、とにかく、はい、まあ、まあ音楽でもその高校3年生の時に映画作ったんですよ。だからまあ、はい、なんかとにかく役者の道か、はい、まあ、ちょっと漠然としたんだけど、はい、まあ、とりあえず劇団に応募したら、はいはい、一次予選受かって、はい、あと二次の面接で東京に出てきなさいって言って、はい、その時の写真ですね。お、中野駅で撮りましたね、これ。中野駅、初めての山の、なんかこう、うん、ドラマのワンシーン、これこそなんか映画のワンシーンみたいな、ね、これ本当19の春ですよ。19の春、はい、高校卒業してすごい、うん、東京出てきて、はい、ですね。さあ、そしてこれがすごい。で、これがですね、これすごい。これは、本当は、ね、音楽の道進みたいんだけど、はい、役者の道に進みたいんだけど、はい、なぜか知らなくて、子供番組の世界に行きまして、はい、よく言うね、あの、ヒーローショーです。はい、で、レッドの方です。レッドの方。レッド入ってました。すごいですね。はい、あの、デパートの屋上とかでさ。こちらのもちょっと本当アクションをこうやって。アクションアクションって。やって。すごいですね。ましたね。バク転もやりながらね。バク転も、やっぱり。そうそう。いろいろ。これフラッシュマンってやつですね。フラッシュマン。そう。フラッシュマンのレッド。レッドの主役ですよ、じゃあね。まあ主役っていうかね。あ、素晴らしい。はあ。さあ、そしてこれは、これがすごいですね。これ、いいと思うじゃないですか、これ。僕のね、はい、テレビ初出演のやつです、ね。タモリさん。タモリさんでしょ。はい、で、はい、左にいらっしゃるのが、渡嘉敷さん。あ、こちら渡嘉敷さんなんですね。はい、あ、本当だ、本当だ。渡嘉敷さん。この当時から渡嘉ちゃんにはもうお世話になってましてね。はい。はい、これたまたま、はい、僕ね、これ一人でギター弾いて、はいはい、背中に太鼓しょって、これなんか太鼓しょってるんですよ、これね。そう、太鼓とね、シンバルが頭の上にあるんですよ。はい、こうなんか足踏むとこう、なんかバッコンバッコンドンドンドンっていう大道芸みたいな。口でハーモニカ吹いて、一人人間楽器男っていうのをやってたんですよ。じゃ太鼓どん、太鼓もこう、ドンとドンとシャンがある感じ。そう、だから右と、右足と左足で、だから歩きながらできるんですよ。あ、歩きながらと、ドンシャン、ドンシャン。そう。それは どうやってこう作ったんですか。作ったの。作ったんですか。作ったの。
作ったんですか。そう、すごいですね。まあ、あの太鼓とかは楽器屋さん行って買ってね、はいはい、でギターもともとこうやって弾けたから、はい、だって売ってないですもんね、こういうセットはね。ずっと売ってないの、自分で作ったの、すごいな。作ってたまたま練習してる時に、はい、その事務所にね、渡嘉敷さんが遊び来たんですよ、来て、お、面白いなこれ、で、明日俺いいとも出んだけど、はい、ってなって、はい、後ろでさ、明日のジョーやってくんないってなって明日のジョー、そう、明日のジョー、そう、本番で明日のジョーやったんですよ、はい、ああ、ボクシングだからってことで、イントロがぴったりハマるのよ、はい、だからバスドラでドンドンジャーンドンドンジャーン、それあったんですね、サンドだから、ほとんどはね、太鼓とシンバルはね、イントロだけ、はい、そうそうそう、すごいすごい。これ僕ね、ちょっと見たことあるんですよ。これ、あの、YouTube とかに。YouTube に上げられないんだけど、はい、デイリーモーションに上がってます。あ、デイリーモーションの方に、うん、上がってます。探してみたいと思いますね。はい、ぜひぜひ。すごい、ね。初出演。テレビ出演、これが。ね、21歳。清水さんね、もうね、幅広すぎてね。そう、これはね、これ20代、はい、中盤ぐらいかな。中盤ぐらい。に、はい、僕なんと、モノマネの世界に行っちゃったんですよ。モノマネショーパブとか、はい、そういうとこ世界に行きまして、はい、これ自分でこれも作ったんですよ。一人ベスト10というのベスト10すごいですね。で裏に入って着替えてさ、はい、着替えてる時に裏からパネルをこう9位はとか、はい、あのマイクで喋りながらで着替えながらのですか、9位は田村正和とか言って田村正和田村正和って言って作ってやるわけ、うん、ちょっとあの長渕のね、これはもう長渕さんですね。はい、長渕さんね、はい、はい。他にはどういう方をやられたんですか。あとね、あの小林旭さんでしょ。小林旭さん。五木ひろしさん。サザン桑田さん。はい。チャゲアス。すごいですね。いろいろ、まあ、似てる似てない問わず。いろいろやってましたね、はい、当時は。はい、じゃあここでちょっとモノマネメドレー的ななんか、はい、やってみます。はい、今言ってた長渕さん、はい、長渕、はい、長渕さんという長渕さん。まあやっぱりなんかね、こう沖縄につなげたいんで。はい。シマンチューヌ、シマンチューヌだからを長渕さんが歌ったらどうなるかっていう、はい、バージョンでじゃあ分かりました、まあ、このままだと全然長渕さん似てないんで、はいはい、雰囲気だけ ね長渕さんにちょっと やってみたいと思います、はい、一応長渕さん僕が生まれた一応これ長渕風ですねこっちの方が見てます、はいはい、一応長渕風でシマンチューヌ宝をお届けしたいと思います、はい、僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろうでも誰よりも知っている。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空をご一緒にせーの教科書に書いてあることだけじゃわからない大切なものがきっとここにあるはずさそれが島中の宝それが舌を出して笑ってらえいよさありがとうすごいさすがもうやっぱプロの完成度だまああのね島中の宝だけじゃなくてこれから続くんですけど、はいはい、まああのどうせなら、はい、あの島中の宝、はい、のあのアナと雪の女王バージョン、はい、アナと雪の、はい、アナと雪の島中がこんなに変わる、はい、みたいな皆さんご存知の四万中の宝を勝手に変えてます。お願いいたします。変えると、はい、穴行きバージョンですると、はい、こんな感じになります、はい、ねえちょっとおかしなこと聞いてもいい？そういうの大好きだ。僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。きっと君と出会えて何でも見上げていたこの空をそれが四万十の宝僕もそう思ってたよありがとうございますなんか自由自在ですね本当ねもうだからねよくライブでリクエストコーナーなんてやっちゃったりするんですけど、はいはい、まあだからあの
もちろん最初に聞く、何でも歌えると思ったら大間違いでもね、なるべくでもお客さんの声を参考にしてるんで、はいはい、受け入れるようにして、はい、例えばこの前、この前とかもだいぶ前ですけど、はい、あの子供に、はい、アナと雪の女王やってって言われたんですよ、子供ね。そう、はい、何それみたいなえ知らないのって、子供の夢を叶えることができなくなっちゃって、はい、でその後ね、もうだから蔦屋に行って DVD 借りて、はい、見ました、はい、ほんでなんとか覚えて、そっからすぐ覚えるんですね。そう覚えて、すごいすごい、まあ、でも普通にやったら面白くないかなと思って、うんうん、アナ雪をプラスアレンジも、そう、なんだろう、沖縄弁でやったらどうなのかなみたいな。うるめぬままぬすがい見知らんきば、うるめぬままぬわにかいなとんどぬやりうっとるくねんどかじわふちティーチンひくねんさ少しも寒くないわ、何言ってるかわからないです少しも何言ってるかわからないですそう、これで沖縄弁講座したんです。少しも寒くないわ、うん、っていうか、ティーチン、まあ、那覇と名護ちょっと違ったりするけど、ね、ティーチン、はい、少しも寒くないわ、ヒークネンさん、すごいですね、これ、あの歌うのも大変だし弾くのも大変ですけど、それさらに内縄口に直して、うちの口もすごいですね、本格的な感じで。例えばあの、はい、国民的アニメのサザエさんとかでも、はい、ゆるくわいとまやがういますん肌ピサジわぎとんちゃんなとんサザエさんムールわらとんどティーダヌわらとんどルルルルルルル、はいやいや、ささちゅーぬはりどんどー、ありがとう、ありがとうございます。まさだいいすでそむかえるちゅーはりよ、はいさーん、シンカーさんまんだだー、やすむつもりをいざあすだしちゅーさえるよ、名護です。